序盤からハイペースで逃げる岡田は2位に浮上した青木拓磨との差をじりじりと広げていく。伊藤が3位につけトップ3をワークス RVF が独占。その後方ではエドワーズと羽賀健介2台のヤマハが4位争いを展開する。スタートから45分懸命の追い上げで16位までポジションを挽回した藤原克明がピットイン。北川と最初のライダーチェンジを行う。しかし鈴木の10番車には全日本で頻発したクラッチとリアサスペンションのトラブルが発生していた。辛いですね。ちょっとあれ2の中ちょっとしんどい感じですね。そうですね、ちょっとクラッチがトラブっちゃったんで、まあそれでもう我慢して乗ってますけど。続いて上位陣が次々と1回目のピットインを開始する。5位につけていた羽賀健介は本間とチェンジ。2位の青木拓磨はフォガティへ。同時に日本人ペア最上位の3位につけていた伊藤がピットイン、辻元にチェンジする。早くも単独トップに立った岡田はスライトにマシンを渡す。そして上位を行く日本人ペアにまたしてもアクシデントが発生する。羽賀健介からマシンを預かった本間は走行2周目にスプーンで転倒。さらに26周目の試験、伊藤からチェンジした辻元がまさかの転倒。この時点でノントラブルの日本人ペアは川崎の6番柳川武石と8番塚本亮の2チームのみとなってしまった。そして鈴鹿の魔物が牙を剥いたのは日本人ペアだけではなかった。単独トップのスライトは27周目の2コーナーで周回遅れをかわす際にラインを外しまさかの転倒。4年連続優勝の夢はついえてしまう。優勝候補のスライトが脱落するとトップに浮上したのはやはりホンダのフォガティ。以下2位にヤマハの羽賀紀之、3位川崎のサイモン・クラファー、4位はホンダのミゲール・デュハメル、5位は鈴木のテリー・ライマー、そして6位川崎の柳川明が日本人ペアの最上位となる。